私には好きな人がいてだね。は、はい。その人のことを考えると胸が苦しくなって。でも毎日会えるだけで本当に幸せになるんだ。わ、私は。よければ私と出かけないかい？あ、迷惑だったかな。とんでもない。なら明日は10時に駅前の時計台の下に待ち合わせでどうだろう。はい、もちろんです。やった。 Approximately 10 hours later。 やあ、早いね。おはようございます。その、どこか変かな。いえ、大丈夫です。よかった、なら行こうか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いされます。隣に座ってもらっていい？わかった。実はね、その、私、好きな人がいてね。そうなんだ。その人のことを考えると胸が苦しくなって。でも毎日会えるだけで本当に幸せになるの。まさかこれって。私には好きな人がいてだね。はい。その人のことを考えると胸が苦しくなって。でも毎日会えるだけで本当に幸せになるんだ。私は。その瞬間、私は恋をしてしまったんだ。ただ、あいにく私と彼には接点がほとんどなく、関係の進展が。それで、情けないとは思うのだが、君に彼との仲を取り持ってほしい。ただ、私とサンちゃん、中学から仲良しの友達のままでしょ。せやね。それで情けないとは思ったけど、ジョーロに助けてほしいの。じゃあお願いね。はい。あとはジョーロがサンちゃんとお約束してくれればバッチリだよ。つまり僕にひまわりとサンちゃんがデートに行けるようにしろと。ピンポーン、大正解。自分で誘ったら。やだ。バカ。お、あそこにするか。なぜあんなところにベンツィがあるんだよ。考えろ。これまでこいつが現れるたび俺は不幸のどん底に叩き落とされた。まずは隣に座ってもらってもいいか。そろそろ。やべえ。お話しましょう。なぜベンチがここに。お急ぎ便ですぐだったわ。そこはどうでもいいかな。これってまさか。まずは隣に座ってくれるかしら。ピュエー。実はね、私好きな人がいるの。わかった、サンちゃんだな。実はさ、俺の好きな人なんだけどさ。その子のことを考えると胸が苦しくなって。でも毎日会えるだけですっげー幸せになるんだ。わかった、俺にしよう。
俺の支え受けにはなかなかの定評がある。俺は三色院スミレ子さんって子が好きなんだ。人のことを考えると胸が苦しくなって、でも毎日会えるだけで本当に幸せなの。さんちゃん、さんちゃん、私ね、サッサッサンちゃん、サンちゃんサンちゃんサンちゃん、サッサッサッサンちゃん。長老くんが好きなの。なんでここだけテーマイベント？よりにもよって